2006年11月25日26日表参道ヒルズで行われましたカミロボエンターテインメントショップ魔王 VS ブルーキラー、その予告編映像でブルーキラー役でご出演いただきました俳優の田中洋次さんにお越しいただいております。田中さん、お忙しい中ありがとうございます。僕この安井さんのカミロボっていうものをね、以前なんかテレビかなんかで見たことがあったんですよ。そうなんですか。だからカミロボがどういうものかっていうのは分かってたんで、はい、そのカミロボのブルーキラーというキャラクターを僕がやるって言った時に、はい、どういうことって僕が言われるんだろうと思ったんですよ。そうですよね。俺がカミロボになっちゃうのみたいな。そうですよね。変身するのか、分からないけど、戦う時はこうふにゃふにゃでこう関節動かされてるのかなみたいな。いやね、やってみて、まあ俺映像はまあなんつうんでしょう、あたかも予告編のような、短編作品なんですけども、まあ自分なりにキャラクターああいう感じでやってみたんですけどね、なんか終わった後でヨーロッパ企画さんの芝居とかも見ながら、俺キャラクターの解釈間違えてたかなとかね、割とこう寡黙なイメージの方にやってたんですけど、もっとなんか普通の親父でよかったのかなって思っちゃったりもしたんですよね。安井さんのイメージっていうか、まあ、ブルーキラーのイメージと、まあ、実際田中さんが演じていただいた。でも人って両方ありますよね、なんかそういう科目だったり、ちょっとなんか多分僕これの話がその映像ではこういうテイストでいくとか、うん、演劇ではこういうテイストでいくみたいなのが決まり始めてた時に、うん、それは大丈夫なのかなって僕も思ってたんですよ、うん、でもなんかこれは言えばその僕の妄想の伝言ゲームみたいなもんで、ちょっとずつ解釈が違ってても大きくは一緒だったら、むしろその方がいいっていうことを言われて、あ、そういうことかと思って、なので寡黙なタイプで、寡黙なタイプをやってくれたことが、やっぱりこうヒーローはね、まあ、こんな顔ですけどできる限りかっこいい方がいいのかなって思っちゃったもんだから、でもなんとなくこうキャラクター設定っていうかね、説明書き、はい、読み返した時に、ああ店の中ではもうちょっとフランクでもよかったのかなとかね、いやまあこれがね、本当に本編になった時にもう一回作り直せばそういうことになりますね。そういうことになります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。新崎さんはね、はい、本物の方ですから。そうですよね。それはね、他のレスラーの役やっても確かな体なんですけど、相方は偽物の体なのにたまたまちょっと太ってたがためになんとなくこうガタイはよく見えたという。ガタイそうですね、はい、でもよく見とこがポニョンとしてるんですよね。でも実際のそのブルーキラーはセミリタイヤして、はい、っていうことなので、かなりリアリティは、まあ、ここにリアリティがあったんですね。そうかもしれないですよね。でも全体的に田中さんみたいにはかっこよくないと思うんですよね。もっとダメなんだろう。もっとなんかかっこよくしてもらって、ちょっと僕、あ、かっこよくしてもらってるってちょっと嬉しかったんですよ。あ、そうなんですか。逆だったのか。すごくかっこよかった。マスクかぶるとことか、そうですね、めちゃめちゃかっこいい、かっこいいですね。なってると思うんですけど、伸ばして引っ張ればいいな、はい。なんかマスクとか、これ普段メガネかけてますけど、なんかつけることでなんかこう怖さを減らすっていうのがありますよね。なんか自分がこうなんつうんでしょう、まあある意味こうマシンの中に入ってるみたいな、まあ、車の中にいて外見てるみたいな、そういう感覚でこう、なんつうんでしょうね、精神安定になるというか、まあそのことによってこう自分を解放できるとかね、これ被ってれば何やっても脱いでも俺は平気だみたいな、なんか不思議な力ありますよね、マスクって。覆面レスラーの人もなんかよくそういうことを
あ、そうなんですか。って、はい、言ってますよ。なんかへー、パンツ脱がされるより顔めくられる方が恥ずかしい。ああ、もう普段かぶってるから。なんかやっぱスイッチ入れる、人前に出るとか、うん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 、キャラクター入れるとか、うん、なんかそういう時のスイッチで使うみたいです。でもやっぱり安井さんの中にその世界がなかったら演じることもできないわけで、はい、そうですね、うん、そうですね。いや、もうこれはね、僕もずっと言ってるんですけど、はい、これは伝統芸能にするべき伝統芸能浄瑠璃の後に、はい、次世代に来た、はい、いわゆるこうなんつう人形の、いわゆるなんつうんですか、芸というか芸術ですね、はい、あ、これはね、ちょっとこう今は安井さんだけでやってってもいいんですけどね、あの流派がこうで、流派ですか、流派も生まれていいんじゃないですか。あの人形を動かすこの手、はい、手つきですか、あの技術をね、こうあれをやれる人たちが増えてったら、もしかしたら今度はこうお互いにこう、あ、こう一人でやるんじゃなくてもやれるかもしれないし、すごいでしょうね、それは、ね、だからもしか、だから1対1になれば今度は2つの手でもっと細かい動きが出せるかもしれないし、あ、その広がりはどうなんでしょう。それでも俺が俺がみたいに、うん、俺が攻撃するみたいなのになって、ものすごい喧嘩になりそうですね。でぐっちゃぐちゃになるかもしれないですけど、ね、安井さんのあれ、僕この間のイベントの、はい、魔王が泣いてますって言った時に僕本当に涙ぐんじゃいました。泣いてましたね、魔王は。泣いてましたね、泣いてましたね、泣いてましたね。またね、実況中継がすごい臨場感を出してるんですよね。ありがとうございます。いやー、なんかね、なんて言うんでしょう、よく考えたら紙細工が動いてることなのに、おい、なんで泣いてんだみたいなね。あの、全部本当に混ぜましたね、演劇の方のイメージとかも全部混ぜて、なんか大きく印象として残しながら混ぜながらやってたんですけど、あ、僕が実際やってた時ですよね。そうそうそう、うん、混ぜてやってて、で一応試合終わって、試合終わって、でみんな引き上げていく時にキラーギュノムがパッと見えて、あ、こいつこのまま返すわけにはいかんってその場で思って、うん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 、できっとこいつは自分は悪いことしたと思ってるはずやから、うんうん、絶対謝って帰るはずやってその場で思って、その場でお礼をさしたんですけど、それは全部その映像とか演劇とかの全部イメージをもう一回自分の中に入れさせてもらってたから、逆にそういうリアリティが自分の中で感じられたっていうのはあったと思うんですよ。すごいですね。まあ、最後にと言いますか、今後の神ロボに一言神ロボにいただければありがたいなと思っているんですけど、まあ、さっきも言いましたけど、なんか本当にこの安井さんが生み出した神ロボというものが、本当に目で見てみてびっくりするもの、ゲームというか遊びというか芸なので、これがなんかこうずっと次世代にも伝わってほしいなっていう、これをやる人たちがまた新しく出てきてもいいんじゃないかっていう、なんかそうなってってほしいなって思いますね。で、まあ僕個人的には、まあ、これが本編化になって、はい、まあ僕がそのままブルーキラーやらせてもらえれば、はい、まあ、もしかしたら映画のタイトルは違うヒーローになってるかもしれないけど、なんかね、そんな展開もあったらいいなと思ってますけど、でも本当に今後はまたこれはね、毎年どんな形でイベントが行われていくか、すごい楽しみですね。ありがとうございます。ぜひ今後も神ロボにご協力いただければと思います。こちらこそ、はい、お忙しいところありがとうございました。田中淳さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。